医学高等学校は北海道旭川市長山7条16丁目にある私立高等学校である。制服はブレザー着用であった。男子のズボン及び女子のスカートとベストはともに緑と黒のチェック模様。夏服は白地のワイシャツに特注品のネクタイまたはポロシャツであり、冬服は男子がワイシャツ。 女子はブラウスに特注品のネクタイ着用である。この頃までは、制服は夏と冬の違いは夏服にポロシャツがあったことと、袖の長さに違いがあったのみ。当時の女子の制服については、こちらも参照のこと。冬服はそのままだが、夏服が男女ともポロシャツに統一された。これに伴い夏場は、平常時のワイシャツブラウスネクタイベストの着用はなくなった。 それまでの緑を基調としたデザインのブレザーから青紫を基調としたものに変更。女子はネクタイからリーボンの着用に変更となった。夏服はポロシャツだが男女ではデザインに違いが見られる。女子スカートと男女スラックスの前デザインをマイナーチェンジ。男女ブレザーは再軽量化し家庭でも選択ができる。また交渉入りのパーカーも導入された。 ありがとうございます。